シャームキー文字はパンジャーブ語を表記するためのペルシア文字系の文字の別称。パンジャーブ語は古くランダー文字で書かれ、インドではグルムキー文字が公式の聖書法として使われる。それに対してイスラム教徒はシャームキー文字を使用する。17世紀以来パンジャーブ語をペルシア文字で記すことが行われてきた。19世紀にはウルドゥ語の影響が強まり、ペルシア文字に対して ソリジタ音やビボインのための文字が追加されたウルドゥー文字を使ってパンジャーブ語が記されるようになった。現代のパキスタンではこの文字体系のみがパンジャーブ語を記すのに用いられる。シャームキー文字は基本的にウルドゥー文字と同じものであるがパンジャーブ語に固有の音を表記するためのいくつかの変更が提案されている。例えばソリジタ音のを表すためにを変形した、または の点を縦に二つ重ねた文字を使う。また、パンジャーブ語の特徴である成長を表記するために、を変形した文字を使う提案もある。しかし、いずれの変更も普及しているとは言えない。シャームキー文字のウルドゥ文字と異なる部分について、標準が存在しないこと、ソフトウェアのサポートが存在しないことは、パンジャーブ語で書かれた文献の印刷上の困難を引き起こしている。 ありがとうございます。